はい、皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にあります平田ドラム教室、ドラム講師の武藤です。はい、今日はブラシを紹介します。はい、こちらです。じゃじゃん、白いやつですね。ビッグファースの、WS、 おそらくワイヤーブラシの略だと思います。で、紫の、ワイヤーブラシ、よくある、まあ、柔らかいやつですね、もう持ってるんですけれども、こちらはかなりハードです。よいしょ。はい、どんぐらいハードかってちょっと伝えづらいんですけど、ここちょっと見せてもらっていいですか。ここですね。結構グッて力入れないと曲がんないですね。ちょっと力入れてぐらいじゃそんなに曲がんなくて、ちょっと押し込むと奥までいきます。はい、結構ね、固めのワイヤーでできてます。はい、ちょっとね、小さくてあまり分かりづらいと思うんですけど、結構心地よく擦れます。で、そうですね、結構僕の中で気になるのはここのグリップの部分がプラスチックなんですね。はい、これでなんかこうリムショットとかやると、まあ音は出るんですけど、ちょっと硬い感じが出ちゃうのがちょっと嫌だな、嫌だなっていうか、まあ、使い方にもよるんだと思うんですけど、これ結構擦るのメインで、スイープメインで使った方がいいかなと思います。はい、以上、ビッグファースのね、ワイヤーブラシのご紹介でした。ご視聴ありがとうございます。